ストップノンストップではちかちゃんがほっぺがギュッとなるぐらいまりちゃんに抱きつきますが、もしもライブで披露することがあったら、果たして恥ずかしがり屋のあんちゃんはそこまでがっつりアイナにハグできるのでしょうか、とのことです。あ、どうですかね。でも私はね、あのチューしてますからね。チューしちゃったからね。でもそれはアイナされだからね。次は司会者、そこにアンジュがいたから、ね、アンジュができるかな。そこにアンジュがいたからそこにアンジュがいたからアンジュやるときイケメンだから。そう、アンジュ、アンジュ行くでしょ。出れるかもしれない。でもやられたらアンジュの方がすごいペヨって感じになってる。ペショって感じになってる。ペショって感じになってる。すごいペショって感じになってる。ペショ行くでしょ。いや、楽しみですね。ペタもギュッてしてた。なんかさ、そのホップストップノンストップってさ、こういつもだったら1年生が歌うようなあの盛り上げる部分を3年生が歌ってるのが、めちゃめちゃ新鮮だよね。ねえ、カナンのあそこも可愛いよね。一緒なら始めるパワーとかっていうところめっちゃ可愛い。早口だった。早送りみたいになっちゃった。そう、弾けてたよ。弾けてた。可愛いよね。みんな全部すごい遊んでるじゃん。そうね。それがもう、なんかこうサビに行く前のさところとかも本当にみんなが自由な動きしててさ、あそこはなんかあんなにちゃんともしライブで披露するってなったら再現できるのか若干不安になっちゃった。ちょっと楽しみ、楽しみ。それこそ言ったら階段とかさどうなっちゃうんだろうね。確かに、あ、来てるよ。イタチさん、マリソロ好き。マリソロ好き。マリソロ好き。ミセさん、はいはい。できなかったことができたり。ダメだよ。もう一回。ミールさん、はい、おできなかったことができたり。いいよ、もういいだろ。もういいよ。誰かやってくんない？また帰ってくんない？お腹いっぱいだよ。また帰って。